あけましておめでとうございました。いやいやいや。なんで？いやちゃんと聞こえたんじゃないですか今。いやいや。年始の挨拶ですよ。あけましておめでとうとっては言いましたけど。最先ですね。最速で噛んだなそうですね。最速今年一発。最速ですごいですね。七文字目くらいで行きましたけど。すごいな。いもう本当あけましておめでとうございますということで。 もう今年も素晴らしい年になるようにということですね。まあまあ,え、ね、まあそうですかね。はい、感謝どうです？やってますか？感謝とか何か何でもいいですよ。なんどうしたんですか急に？いやちょっと俺反省したんですけど。はい。まあスーパーの話になるんですけど、はい。<laughs> ちょっと新年早々一日に <laughs> ちょっとスーパーでのね。いはい。いやなんかあのおばさんとお客さんと。はい。 あの従業員の若い男の子だったんですけど、うん、ちょっと会話してるのが耳に入ってきましてはい、はい、でなんかおばちゃんがですね若いこの従業員の方ちょっとあの総菜コーナー僕いつも行ってるんですけど割引のシールをああ<ー>貼るねちょうどはい、はいはい、でそういう人たちがまあいっぱい僕含めていっぱいいて、うん、したらおばちゃんがあとは何ねんチキン食べるねって言うんですよ従業員の人にチキン食べるねチキン食べるって言って。 いいややもういいですよさっきコーヒーもいただいたんで」っつって「コーヒーコーヒーどんなねコーヒー飲むねん」っつって「あいやだからもういただいたんでいろいろ大丈夫ですよ」って言ってるんですよ最初身内かなと思ってなんかおばあちゃんと働いてるところ来て差し入れ壊してみたいなそうなんですよでも他人行儀だしんか敬語も使ってるからあこれ違うはずなと思ってでそしたら いつもありがとうねーって言ったんですよ。あら、あな,なんかあったんかなと思って。はい。でもう全然話聞こえるんで、隣いたんで。あんたがいつも貼ってるんでしょこんなのって,て。シール。シールのこと言ってるんですよね。割引のシール。そうなんですよ。はい,はい、いや、まあ、も、ま、う、あ、誰でもいつでもやってますよとか言って。うんうん、いや、あんたが割引いてるんでしょとか言って。 <laughs> あんたり違うんですよね。でそうしたらそのまんまも「いや僕が」っていうよりはまあそういう仕事というか会社が決めてるしあ<ー>まあ別にどこでもやってると思いますようん、うん、こんな時間帯みたいな言い方して「はい、いや本当ありがとうね」って感謝してるんですよ。うん、俺この時にちょっと深読み勝手にやってしまって「俺感謝したことない」と思って。あら いやなんんか当たたり前のことと思ってたんですよどっちもウィンウィンじゃないですか言ったら買う側もラッキーだし、はい、売る側も余らして捨てるよりはまあ割引で売ったほがいい、うん、どっちもウィンウィンと思ってたんですけどこう普通のことじゃないよみたいなおばちゃんが俺に教えてくれたみたいな、はあ、そういう時も感謝する素晴らしいなと思って割引は当たり前じゃないよとじゃないんだろうな、ね、<あ>確かにそうかもしれないんだ 素晴らしいね、そうそう、素晴らしいなとかも思ったんですけど。はい、でも、もっとしつこいんです、その逆にも、どんどん言い始めて。パンは。パンは食べるねとか。え <laughs> え?え。<laughs> あ,あ、<laughs> <laughs> あい,やいやもう全然、本当にもう全然、大丈夫ですよ。はい、そうめんは?。そうめん。あ、そうめっ食べられ <laughs> <laughs> <laughs>。なんか。 この辺の総菜屋にあるのを全部いってんじゃないかなっていうぐらいのなんか私一応買うからあんたにあげるよみたいな食べるね言われても仕事中でもあるしね <laughs> そ,うそうなんですよ言っ <あー S 1> たらそういうことを雰囲気もちょっと言ってたし <あー S 1> ちょっとシール貼るのもちょっと若干遅いんじゃないかっていうぐらい話しかけられてしまうからはいはい途中は途中か貼 <laughs> <laughs> ってる途中かやってる途中にどんどんいってるんで食べる,食べるねしてそうなんですよ <あー S 1> でももう全部「いやいいです大丈夫ですよ本当にありがとうございます」もうじゃあ 自分で買って食べたらいいさとかだいら結局はあまあまあうまててあ,、はいはい、じゃあま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 ってあま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 ああま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 ああああああ 感謝するところとしないところで、<laughs> <laughs> いやどういうかや、どういう意味やでやかたまに来たらこうなってたからすごいところだなと思ったんですけど、<laughs> うん、このおばおばさんとはもう俺最後まで出るまで一緒だったんですけど、うん、何も勝ってないんですよ。は<っ> <laughs> <laughs>？何も勝ってないですよ。うん、このおばさんは、うん、手ぶらだったんですよ。もういや,いやいや。<laughs> ありがとうねえのこの割引された総菜を買わんば総菜のところでも後ろで憎んで手ぶらだったんですけど死に感謝っていうか俺は言ってるからなんか他にあの荷物置いてここわざわざ言いに来てんのかなと思ったんですけど最後レジも終わって途中でも何回か見たんですけどおで出るタイミングも大体一緒だったんですけど全く何も持ってなかったっすね結局は。何何も買わずに <laughs> 何ゃ来た <laughs> <で>素敵だなと思いました何も買わないでこの何割引シール貼ってる兄ちゃんに「お礼だけ言いに来た」って言 <laughs> 来たんですかねもう全く分かんないですけど結局この22が「いらん」って言ったから何も買わなかったってこと、うん、もうなんか「ありがとう食べます」って言ったら <laughs> はい、はい、その割引の総菜を買って「お礼」って言って兄ちゃんにしし可能性も一応あるんですけど自分のものを飼ってる要素はも一個も <laughs> 全然なくて、えー、で思ったんすよ久しぶりに俺は。はあ ヒップさんが出てきたんですよ。頭の中に。ああ,ああ、いいえなと思って。これはもしかして、ヒップさん曰く。オーナーじゃないか、うん、出た。<laughs> オーナー説。<laughs> 思いません。だって、何も買ってなくて。あ,あ、そうだな。なんか、お礼ばっかり言って。ああああ何の、あれかが、何しに来たかが。まあ、感謝、もう。 素晴らしいですけどわざわざ何も買わずに感謝だけに来るんかな,とかなこの働いてる二人はオーナーの顔を知らないからおそ、はい、らくオーナーがお客さんのふりしって <laughs> いつもありがとうねっ,つって <laughs> ね言ってあんたが割引言ってるんでしょ本当は私が割引言ってるけどみたいな<笑><笑>ここあんたはどういうかうそう俺がやってるんだよねって言うのか,うのかいやいやそうでもない謙遜するのか <laughs> 勝手にちょっと思ってしまったっていうね今はまあ感謝のこともあったんですけどもああそう素晴らしかったな地域変わればこうな変わるかっていうぐらいのねあ,あとはもう、うん、単純にもうにもあなるほど。 こういうのでもあるんじゃないです、はい、なんかおばちゃんとかって若いやっぱり男の子のイケメン見ると明らかにこれ一目惚れしてんなみたいな感じあるじゃないですかな、はい、<う>でも買って多分そうですねそうですね孫とかじゃないですけどあ<ー>あ、まあ、可能性はあるなこの子だけにだから言ってる感じしたんですよ他にも授業いっぱいいるんですよんかレジやってる頑張ってる棚入れとかいろいろやってる人もいたんですけど、はい、別に 僕は見た限り話しかけてる様子もなくレジなんていうんですか割引のイケメンだった今風でしたね<ー>今風の男の子これがまたおじさんがやってたらよ<ー>もうこのお坊さん何も見 <laughs> 向きも何もしない <laughs> 若い兄ちゃんだからこれやってるやって <laughs> <laughs>

泣ける感じでやる食べ物な <laughs> いやちょっと引いて嫌なおじさんや自買おうとしてる俺の目の前でですよ俺し俺のことが見えなかったのかわかんないですけどいつもやってるんですよこの人パンもやってるダメダメダメパンとか柔らかいし <laughs> <laughs> バーンっていってちょっとひっくり返るんで一応<あ>直すんですけどいやその前にも投げてしまっ <laughs> そうなんですよね<ー> <laughs> そういう人には多分まあおばちゃんはいかないでしょうね確かに、うん、なんか乱暴なんでね、うん、えでも感謝ですよ本当に僕はいい気持ちよかったっすね。 俺も忘れてはいけないなと思いましたね,ねお。お世話になってるんで、<ー>なんかそういうのね,ね、うん。大事ですよ。おばちゃんのも。店員さんはよく観察してるわけねじゃあね。やってると思いますよ。あ<ー>うん、まあ、僕も見るし、うん、店員さんも絶対見てると思うんですよ。やっぱ逆なんですけど。僕はもうバレてると思うんですよ。 いいたた同じ時間にいつもももも現れれれるるううバレてると思思んんんででねあああ絶対独身すよ <laughs> やっわ今年超みたいな <laughs> <laughs> 相変わるず俺一回思ったんですよあのちょっと入院してる時に2か、はい、月ぐらいなかなか行けない時があったから。はい 久しぶりに行ったんですよ。スーパー。もしかしたら声かけられるんじゃないかぐらい。どうしたんですかっっ。そうそうなんですよ。逆し久しぶりですね。つって。ミサ誰も何もいつも通りどころの話じゃなくて初見の人のような感じで見られてましたね。ええ <laughs>、俺のことちょっとは心配してよみたいな。常連やしがやっつってやっ。いや、そうなんですよ。でもやっぱ知っちいってたらよ。このなんか覚えるよね。やっぱり店員さんも。 お,お客さんも覚えるし。はいはいはい。なんかね、僕よく行く近くのスーパーあのに、はい、まあ女性がいるんですけど、はいはい、なんていうのかな、サスペンスに出てくる、間違って人殺したみたいな感じの雰囲気なんですよ。<laughs> 待ってください。<laughs> スーパーですよ。<laughs> スーパー。違う違う。ほらなんか悪い人じゃないんだけど。はい 本当はいい人なんだけどなんか嫌なことずっとされててとか間違ってなんか間違って人殺してしまったみたいな。<laughs> ちょっと魔がさしたあのい、ね、や魔がさしたんじゃなくてなんか謝って例えばなんか花瓶みたいなのが頭に当たってしまって、はい、死なしてしまったみたいなもうそんなに偶然的なやつですかそうもう全くそんな気はないんだけどそんな雰囲気持ってるやつちょっと私過去持ってますみたいななんか影があるんだよないやデンゼルワシントニーがいないですよそんなやつなんて <laughs> いやあれ,あれはあれやしあれプロやし、ね、あれプロやしだからんかねでいつも働いてる 時間帯によっているから、あなんかいつもこの人なんか影があるなって。この間普通に歩いてあのターミナルのところ向かって歩いてさ、前からこの人が歩いてくる。あ、もうお店以外のところで。そうそうそう。あっと思って、この人だと思って。はいやっぱりなんか影があるんですよ。あ、外でも。まあ仕事中も。雨降って傘さしてたら、もうなんか今人殺したげめだから。いやだからちょっと仕事。思い詰めたような顔してる。もうこの仕事やめたいな。 みたいなな感じになるじるゃないですか <laughs> いやいやそんなあそういう覚え方っていうのまあるでしょうね特徴的にというか。なんかこうレジ打ってる時もこの髪髪の毛が払ってこう一筋こうやって顔にかかるような感じの影がある感じなんですよ、ね、なるほどちょっと髪,あ髪でね顔をちょっと隠すとそういうちょっと雰囲気になりますよね。一生懸命真面目に働いてるんんですけどはあ、はあ、なんかあの カン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 って登るようなアパートに絶設定し。ああ、外階段の、プレハブの。プレハブの二階みたいなところに。はいはい。カンカンカンって住んでる。なんとかそう思そう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 、あんなところ。そちょっとひっそりと。あのマスコミの目をもう、ちょっと避けるような感じで。バレないように、ね、小学校三四年生ぐらいの。男の子。愛情いるんですね。シングルマザーのいるんですね。ずっとなんか、意地悪とか、なんか、揺すられてて。はい。 間違ってタミングをし損ねたっていう。ちょっと押し押してしまったら、うん、たまたま足っ掛けて倒れてちょっと頭を打って刑事二人玄関の前に来るからさ。<laughs> すみません。あいや全然知らないですって <laughs> とを閉めた後に刑事がなんか匂うなっていうや。であの,のスーパー働いてると <laughs> 刑事が見に来るわけよ。あなるほど。<laughs> 真面目に働いてるなって。 なんも足ださんだ尻尾出さんだみたいないじゃそんなデイジー行きたいなその <laughs> そのスーパー死に行きたいなマジで見てみたいさは晴れやさってすごいわかりそうそれすべ、ね、てフィクションですかね <laughs> ま,あま,あ、まあ、まあそうでしょうね <laughs> 全部フィクションですね勝てる俺が想像してるだけだから <laughs> まあまあ確かにそうですよねうんまあまあでも僕もありますねあのよく行ってたなんか食堂とかがあって、うん、入った瞬間に せいあっ中華丼中華丼でいいですか?」ってすぐ言うんです俺が何も注文しない間にというかあ<ー>まあいつも一緒なんですけど男性ですか男性が「あ,<ー>あはいはい」<ー>っつっていつもなんかわあ,あ日曜日はあのどのわらばの少年野球のチームの監督がやってるなあ,あえどどれですか、ねそう <laughs> もうイメージの人ねれないかふだ段はラーメン屋で働いてるけど日曜日だったら監督やって少年あみんな集まれとかって言ってやってる人だなちゃんとやってるいやわからないそこまで想像できるようなある日の日曜日のこの野球の帰りに自転車に乗ってたらんかバーンって引かれるわけその人がその人が引かれて逆にやられる側だったんですて 子供たちがお見舞いに来て、監督いないけど野球頑張るよっつって、あの大会に勝つパターン。<laughs> じゃあおじさんも頑張るよって言って、<laughs> おじさんはちょっと足怪我したけど,けどっっ頑張ってやってるよっつって、ラベ<で>振ってるよ。そうそうあのだから病床から、あのマサルお前はあの今回四番打て。<laughs> えいいの？とか言って。<や>お前<や>俺ずっと見てるよ<う>お前がすごいしてたの。って <laughs> 病床かから <laughs> <laughs> なんすかもうあれですか演出家としてもう書きたくてしょうがないじゃないかもあれ構ってるんですかもうこんなの想像する好きだわけよ勝手に <laughs> ああなるほどいや想像しすぎっすねほんとすごいっすね、はい、やりましょうかはい h e a p k ジャージのダーンバー,ー,ルバーつまみをください このコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことをヒープーとケイジャージの二人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりしますということで、はい。じゃあ早速回していきましょう。う違い。はい。えー、ユンタンザヤシです。はい。あざす。えー、ヒープーさんとケイジャーさんに、えー、素人の疑問があるので質問なんですが、はい、漫才とコントの違いについて教えてもらえますか。 1>, 1月2日に開催される大ンはコントのグランプリを決める大会ですかっていうことではあ,、はあ、あえっと大ンはですね別にコントに限らないですねそうです、ね、別に漫才やってもコントやってもどっちでもいいっていう,う、ね、そうですね、えー、でもコンビでも3人でも何でもですからね、はい、まあ一番の違いはですね漫才は発マイクがあるっていうはいマイク1本でおしゃべりしてって、はい表現するやつですね、えー、はい あとはでも今漫才やりながらもね、なりきり漫才というか、そういうまた細かいいね、そうですね、こともやってますし、あのまあ漫才はまあ普段の格好というか、まあスーツの方もいますけどが二人で三パチマイク立ててやるやつ、はい、そうですね。コントは三パチマイクなくて、はい、なんかいろんなテーブルとか、はい、ソファーとかそういう道具も出して、はい、まあちょっと劇みたいな、そうですね、形でやる。 そうですね芝居的なもんやるって形ですね、うん、そうですねショーも揃えて普段んケイジャーがやってるのは、はい、ほぼコントコントですね僕はコントですねでも一人で喋ればればま,また漫談っていうんですねあそうですねマイクを一本,てて、ね、本立ててやるっていうね、はい、あ分かりましたかねこれでね僕だから勝手にジャンル作ったんですけど僕やってて、うん、コントなんですけど、はい、あのセットはほとんど組まないんですねほとんど。 子どもは両手で持てるやつは出したりするんですけどほとんど動きもやらない時期があって、はあ、一歩も,、はあ、んかもそのままその場で立って、はあ、だから畳一畳分あればいいっていうのがあったんで僕勝手にスタンンダップコントって言ってて言たんでですよ自分そっちの方がなんかくくりでいいなと思ってたんで、はあ、まあ分けたらですけど、はあ、だからなんかそういう見方やってもいいかなと思いましたけど。でその場から 一歩も動かずにやるコントってまあほとんどないんでそうだねそうなんですよだいたいトリオとかでやれば出はけもあるしねそうですね後からあと一人入ってくるとかねそうですねいろいろありますからねはい。大安ぜひぜひぜひ明日ってことですよねそうですねこのオンイヤーの翌日ですねいや素晴らしいはいぜひぜひ見てくださいい。はじゃ続きましてお正月はい 明けましたおめでとうございます。今年もゆるく参加させていただきますマッツンです、はいはい、では正月ということでお二人は「ワイワイ楽しいお正月とまったりの寝正月どちら派ですか?うん」メールしている年末の今の予定としては自分は大みそか飲みまくって元旦のご元日の午前中は寝て元気あれば公開放送に参加して翌日からまた仕事という忙しい正月になる予定です。 公開放送もじゃいらっっしゃるってことですか、ね、あの1日これ今日流れてるえっとね午前中の「巻いたの」から「ティーサージ」「花々」までラジオ機の1階で一回1階でラジオ機の1階でやってるんですよだからまあ自由に見れるというか、はい、なるほどあいいっすね、はい、そういうことですね、うん、あいいんじゃないですかこうう計画立ててまあワイワイではないでしょ 全然ですね。ね正月でしょ。ね正月なんもないですね。ああ。つもですよ。あの僕はですね、全く通常通りですね。あそっか。なるほど。だからこのお家合流れでこの一日の一月一日の日も普通に T ィーサージ。そうですね。下でやって。はいはいはい。はい、だから一応兄さんは毎年箱根駅伝があるんですよ。ああ。なので、T えテーサージお休みなんですけど、まあはだから大湾があるから。 なるほど三だけ一応休みなんですよ。っていう感じです。ほとんど一緒ですねじゃあ当んに全く変わらないですねほど。スイッチ難しいですねスイッチというか切り替えといういやでもまあまあねもう何年もこのパターンでやってるんでねもう慣れてますけどねはい続きましてファニーズはい。 えー、ヒープさん経済さんあけましておめでとうございます今年もスーパーで出会う変な人列伝のコーナーを特に楽しみにしています、はい、神奈川県川崎市より川崎の資本ですはいあざす、えー、ネタつまみのネタファニーズ12月22日に東京ドキュメンタリー映画祭で映画ファニーズを見てきました、ね ヒープーさんがインタビューを受けたことは聞いていましたがまさか若かりし日のヒープーさんとミッキーさんの映像が見られるとは思いませんでしたーヒープーさんはダーティービューティーとしてお笑いの現場でファニーズと共演したことはあるんですかケイジャさんどうですか放送最後まで頑張ってくださいはいあたす僕はないですね、えー、ないよねはははいはい、はい。僕はららは彼らが MC やっているイベン,イベントというか番組に 出演者として出て優勝したんですよ。ああ、そうかあ、それですね。素人お笑い選手権。ファニーズさんがやってた、ね。M.C. はいはいそうそうそうあはい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 。はい。で、それデビューして後からもですね、はい、何回かネタ番組で一緒になったんじゃなかったかな。はい、お正月特番とか。はいはいはい。あの頃たまーにあったんですよ。年に一回ぐらい特番があってネタできるっていうテレビで。なるほど。ま。あ あの時に営業なんてほとんどもないですからね。全くないです。貴重っちゃ貴重なあれです。貴重な上にでかい営業すねまたテレビ。そうそうそうなんですよ。っていうことがありますけどね。僕は弟さんのこのともじさんの。えっと何でしたっけ？ふんけり。ふんけりさんとはステージは一緒になったことはありますけど。あそうか。ビーホールとかはいはいあそうかそうか。やってたんで。ああふんけさん。そうなんですね。そうですね。面白かったですね。はい。続きまして。 同部屋迷惑はい、ヒブさん、ケイジャーさんあけましておめでとうございます。ゆるりです。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ますはい、年末に骨折入院したおばあのお見舞いに行くんですが、はあ、耳が遠くて聞き間違いがすごいです。うん、一緒に来た。母は12月に夏用の肌着は寒くないかって叫ぶし。 同じ部屋の方に悪いなと思います。<laughs> ケイジャーさんに質問ですが、入院中、隣の方が民家オーバーで家族と大音量の会話をしていたら迷惑ですか？今年も有力行きましょう。はい、そうです。まあでもこれはほらはい。わざと悪気があってやってるわけじゃないからそうですね。しょうがないですよね。はい、僕がよっぽども。もう体痛めてもう何にも聞きたくないってなったらもう大変だと思うんですけど、うん、僕まあ。 ラジオでも言いましたけどもごちそういただきましたらいっぱいほんとに大き周りがおっきい声ばっかりで喋るからだだ漏れじゃないですかもう <laughs> なんか「<laughs> <laughs> おーいやあのよだ携帯電話 <laughs> 先生たがおつながらんでいょう子が」とか言って <laughs>、はい、この電話の声も聞こえるんですよ母ちゃんの電話もでかいな <laughs> 新しくなったからじゃない <laughs> 教えたはずだけどねおおつながらんでいちょ子がいいな一回鳴らせとみたいな話とか <laughs> ああラジオでだな でまたあれもあったじゃないですか「大丈夫よ大丈夫でしたご飯は食べれました」とか言って「あ大丈夫全然食べれる」<laughs> <laughs> 隣の部屋から大声とかそんなレベルじゃなかったんでもう,もう、ね、超越してますよね,ね超越えてたんで僕はもうマジで全然大丈夫でしたよ本当にあのわざとやってるやつじゃないのはもうしょうがないですよねああそうですね例えばあの音楽をさ、うん、ガンナイガンナイ鳴らされたら困るけどああ そうですねそれは単純の雑音になるかもしれないです、ね、あまあこういうのはもうしょうがない会話はしょうがないですよねあと一個「抱負」はい。<富> えヒープさんケイジャーさんこんばんは東京からハルアットマークオケナ中毒ですはい、新年明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いしますさて新年早々ではありますがお二人は去年の年明けに考えた新年の抱負目標は達成できましたか、うん、えー、普通は今年の抱負を聞きたいところですがあえて去年の抱負を達成できたか聞いてみたいなと思いましたそれではよろしくお願いしますうん、ま、覚えてますま,まずそれなんですよまず覚えてないし立ててないんじゃないかな立てたんかな うん立ててないと思いますし立てたとって多分できてないと思いますね僕は。俺だからもうよ、はい、どうせ覚えてないし「新年、はい、の抱負これだよ」って言ってももう絶対2月には忘れてるして絶対忘れてるから <laughs> る俺もうずっと固定してるんですよこの何年間 <laughs> あなるほどいいっすね健康第一ああなるほどこれにしとけば別に忘れたってそうですねあこれだったなってなるんでなるほど。で あの去年はこのオンエア流れて去年は、はいえー、2023年は健康でしたよ。あもう特にあちこち痛くなったりもせずはい、はい、あまあ去年だったかなコロナにはかかってしまいましたけどまあそれ以外は 大丈夫でしたね最高じゃないですかもう年齢も年齢ですからね、うん、そうよちょっとあっち痛いってなるとちょっと怖いじゃないですかそうもう今この年になってあっち痛いこっち痛いってちょっと怖いよですよね、うん、だからそれないってもう最高だと思います確かに覚えやすいというか分かりやすいっすね一個に固めたらというか、うん、趣味ももう十分やったし、うん、趣味も楽しんでますよはい楽しんでますよ最高っすね<ー> そね、あなたはもう2023年もアガアガの1年、ね、<laughs> 後半も特にひどかったんであれはもう勘弁してくださいでしただから俺あれもな買ったんですよあの役年何ん、うん、役年っていうんですかあの大役何でしたっけ一番前役後役本役あそうですとっくの昔に終わったはずなのに、うん、56年前に一番ひどかったんで23年 もうないんじゃないかなってうもう俺は絶対スーパーの呪いだと思うよ <laughs> そうですかね<あ>俺十分貢献してますよ俺一応裏テーマありますけど、はい、スーパーから CM 来いよって俺思うんですよ一応 <laughs> <laughs> いや今さ会議で会議してるんですよあ,<ー>あっちこっちのスーパーがーーもうそろそろ新しいシーエムやりたいなとかえなんかあると思うんですよなんか誰使いたいかとかないかみたいな話になってそういえば、うん、スーパーの話ばっかりするやつがいるんですよみたいな <laughs> 出てきそうじゃないですか一応一応ねお前がやってるのは <laughs> スーパーによる変なやつの話だから。<laughs> あれ暑かった終わったスーパーにしり変なのばっかりいるみたいになれやしなるしなるしそうですかねなんか若スーパーに変なのしか来ないみたいな感じになるいが <laughs> いいめりゃあれやれってなるよや <laughs> まあ確かにねしかもあれあグシ家のスーパーだろうあれやってんのっつって。<laughs> <laughs> こうそっかピンポイントになっちゃいますね <laughs> 確かにねあんま専年にはなってないと思うんだう、ね、<笑><笑>まあじゃあもう呪い来ないように僕も24年度は2024ちょっと体気をつけていってらまあ健康大事でいいと思いますよさあ、えー、このコーナーでは皆さんからトークテーマをメールで募集してます何を話すか寄せられたつまみの中からルーレットで決定しますよ参加希望の方は懸命につまみ本部につまみの内容とご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください以上「つまみをください」のコーナーでした フリーのメッセージが来ておりますので読みたいと思いますピュアなアイスさんからいただきましたどうも えー、ヒープーさん、ケージャージさん、あけましておめでとうございます。おめでとうございます去年はしょうもないメールを番内呼んでいただきありがとうございます。いいいい今年もお昼休憩の時間を割いて番内メールを送るのでよろしくお願いします。はい、今年も一年が良い年でありますようにということでああこちらこそよろしくお願いします、はい。ぜひぜひたくさん送ってください、本当に。えっとね、ビールジョーグーさんからも、はいえー、2024年無駄あルバよろしくお願いします。 またスーパーの面白おかしい人たちのますますのご活躍をお祈り申し上げますケイ <laughs> <かに S 1> ジャージさんより一層目を光らせて面白いネタへよろしくですぜひよかつえも足を伸ばしていただいて<っ>多分面白おかしき人いると思うのでよろしくお願いしますやばい1 ないありそうですねよかった死にありそうだな、ね、死にありそう,、ね、デジャりそうだな、ね、<laughs> く道中でもありそうですねなんか分かんないですけどそんなよかったよなんかよ儀のざわよ <laughs> 機の茶、機能茶もありますか。なんで機の茶か分からんけど。金こうやっていきますか。金もいいな、金いいな。金とかいいんじゃないですか。金も絶対面白い人いそうなんだよ。下金の能ライン、確かにすごそうだ確かに面白い。あっちこっちあるかもしれないですね、本当に。<ー>その土地土地のこのカラーと言いますか。スーパーの人々。そうですね。<人々 S 1> ちょうど感謝の <laughs> 感謝の裏添え。<laughs> ウラソイ金店のい <laughs> いね感謝のウラソイでね。やしが何も買わないですよ<笑><笑>まあ分かんないですけどね <laughs>。確かにもう時間あったら僕もはい行きたいと思います。<はい S 1> さあじゃあ続きまして曲ですねはい行きたいとまあじゃんけん勝った方の今年も行きたいと思いますけどもえピアノあいさんですね <うん S 1> はい <うん S 1> あこれは女性のボーカリストでえまあ八十年代の曲ですかねこれバンド。 いや一人で一人。なんかたまにユニットも組んでて弟も活躍して弟？はい。ああわかりますかね。分かった。マジっすか。はい。たまに一緒に歌を歌ったりというか。はいはい分かった分かった。分かったわかった。ああその。まああのだろあれだろソウルシンガーだろ。ああそうですね。わかったわかった。そうですね。すごい。はい。ゆルりさんからのリクエストですね。はい。 えっと歌ってる方は残念ながら先日お亡くなりになりましたあー近い方かまさかあれかな、はい、だか歌自体はえっと珍しくあのフューチャリングでフューチャリング女性の方と歌ってますいやもう分からなくなってきたあでもあのはい最近亡くなった偉大な歌手ですね分かりましたはい いじゃあじゃんけん勝った方の新年一発目ですからねい,いきますよ、はい、最初はグーじゃんけんチョキよっしゃ、えー、俺勝った、えー、やった,負けたなさあじゃあゆるりさんのリクエストですどうぞはい女、はいいや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 ,いや乗ってる乗ってる臆病すごいものだからなんでこんなにわからんですか 一人。父ちゃんが歌ってるみたい。これあれですね、谷村新司さんですよね。よかった、でも曲名を。いやいやいや、聞いてない。うるさいな。カラオケ屋行ってくださいよ、カラオケ屋も。最高。なんていう歌ですか、これ。忘れていいのよ。忘れていいの、愛の幕切れ、フューチャリング小川知子、谷村新司。はいはい。これあるじゃなかったんですか。そう。 手突っ込むやつすごい大胆なやつそう,そう,そう。すごい何で案内したんですかねあれなんか本番で当たり腕やったって言っ,ってえ？谷村さん聞いたよめっちゃすごいよっぽど信頼がないとできないですねお互い僕はあと女優さんですねやっぱり。うん 動揺しないってう、ね、全然動揺しないでい本中におっぱい触られても動揺しないっていうめっちゃすごいですね <laughs> <laughs> めっちゃすごいよ本当い,やいい歌でした、はい、僕のわかりますえっと鈴木清美さんです大正解ですねタクシーそうなんですよはい、はい、ピアノアイスさんから、ね、えー、去年から ひつこくリクエストしてすみません、えー、ダルバーで聞きたくて聞きたくてヒープンさんはなんでこれで泣くばって言うけどこれ歌ったら泣くわけよっていうことで, <laughs> ことですねなんかなんかよ、はい、あのこれで、はい、昔は終わった二十代の時にこのみんながいるところで歌うっていう飲み屋あるさ、はい、あったんですよねーいざ真,真ん中でージみたいなあってそうなんですよそうそうあの 歌を歌うとそこで歌うってう。考えたら信じられないですね。雑カそうそうそういうところがあって、だいたいこのタクシー歌うやつはよ歌いながら泣くば。<laughs> マジですか。意か,から。<laughs> マジですか。なん <laughs> で泣くばっていうやん。ああそしてちゃうとか言ってるところでですよ。<laughs> <laughs> な焼き取れ愛をしたみたいな。やっちゃうとか言ってるとかで,でまあ真ん中の声で歌ってると泣くんですよ。はい、いましたそんなめっちゃ面白い、ね、あと松田聖子のあの、うんはあ、大抵とか歌う<笑><笑>よくこんなところでなんか泣くわけよ。<laughs> なんであんなところで歌うなんでよやつ。<laughs> <laughs> 一番なんでは似合いますね <laughs> めっちゃ面白いな <laughs> はい、はい、ということでまた来週もやりますぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください待ってます大したことないどうでもいい話を採用されるように森に持って送ってもらうコーナーですあなたの演出センスが試されますということで たくさん今年もね持っていただきたいと思いますよはいじゃあ行きますかね、はいえー、ラジオネームはともぶんさんからいただきました、はい、ヒブさんケージャーさん聞いて去年の夏のことだけどうつるさいことがあってさ<う>毎朝 YouTube で階段を見ている俺、うん、ついに怪奇現象が<え>とあるアパートのエレベーターに乗った瞬間耳元で「暑い」 熱い助って聞こえたわけ、うん、そしてエレベーターは緊急停止しガタガタ震えてもきた、うん、そしたらみ耳元で今度はなんで助けんかったって聞こえたさえやうっとるさのえー、えー、はいなんだこれは全然も。とりあえずまあとりあえず言いますけどうん。 家にいるときにエアコン停電になって暑すぎて大変だった話じゃないですか。ああ、うん、全く違いますね。ええー、なんだエレベーターはじゃあ本当なんですかね。エレベーーエレベーターは本当です。エレベーター乗ってなんであの時助けなかった。えどういうことだ。あ、分かった。そういう映画を見てたんですよ。そういう映画を見てた話でしたーってことじゃないですか。違う。 本当にエレベーターに乗ってる乗ってて本当に熱いでもあるえなんだ閉じ止まったとかっていうのは多分持ってると思うんですようん。いやわからないですよ、ね、正解は、はい、スマホから突然ゴーヒロイムのアーチチが流れてきた 出出たたぜたぜー毎朝 YouTube で階段を見ている俺ついに怪奇現象がとあるアパートのエレベーターに乗った瞬間突然スマホから郷ひろみの曲「あーちーちーあーちー燃えてるんだろうか」が流れてきてプチパニックになってスマホの電源切ったんだけど車に戻ったら郷ひろみのまさにその曲がカーラジオから流れてきて理解しました。<laughs> 普段ワイヤレスイヤホンでラジオ聞いてるんだけどポッケにスマホを入れていて、お作動で w i f i ボタンを押して解除になったみたいで、エレベーター乗って、いきなりスマホからあちちーしたから、どまんきましたっていうのが。 助けなかったとかっていうのはじゃあ抱っこはしたやつでなるほど思ったってことですね、うんうん、まあでもこれ作り方上手ですね確かにそうですね<ー>恥ずかしいですよねこのなってはいけない時になやつなスマホが鳴るというやつは確かに恥ずかしいなあれはあはい。気をつけましょうはい。じゃあ続きまして白玉さんからいただきましたねえねえヒープーさんケイジャージさん聞いて聞いて、うん、トライアスロンに挑戦しました うん、ところが当日寝坊してしまい慌てて会場に向かいました会場に着くと遅刻したかと思うくらい人がいませんでしたそんな中スイムがスタート朝ごはんもそこそこに最悪のコンディションの終わりには体が動いてスイムバイクと難なくクリア、うん、最後のランはさすがに疲れが出て足が止まりそうになるのを気力で走りきり4着でゴールしましたよということですかねえ、はいうんま、ず <laughs> 大事なのトライアスロンではまあねそういう全部を含めてトライアスロンという形にしたということですねもうそのままですけども走ったのは本当かいや違いますね走ってないかい、はい、もう4位は本当かえっとですね 4位ではないですけど、まあ、4っていう数字は入ってますね。むや,やが。<laughs> 年末ですね。年末皆さんやります。そういう流れですね。年末は大掃除。ではなくてですね。なんていうんですかね？まあ、普通みんなやってることを。もうこの日から休み入ります。よっていう時にそこに向けて。 そうですかね。え、なんぞからん。えっとですね。ちょっとヒントが下手くそすぎたんですけど、<laughs> うん、えー、仕事納めの日いつも以上に多忙でしたということで仕事納めを走り切った。分かるかい、<laughs> こんなのや。四位ってぬやからや、こんなのや。これそうなんですよ。元気なさすぎどんや。<laughs> 世間より一足早く仕事納めをしました。その仕事納めの日。 1> 朝1時間も寝坊してバタバタ何とか遅刻せず出勤すると私の島には有給や研修で半分以下の4人しかいませんでした朝から業者から電話多数で他に電話を取ってくれる人も少なくて一時ひたすら電話対応気づくとお休みの人から頼まれた仕事や月末にやる仕事が山積みで午前中からお昼休み 以外、午後3時くらいまで、ほぼノンストップで年内の仕事を全てこなしました。さすがに緊張がほぐれて、夕方は疲れが、トライアストンに出たみたいな耐久レース的な仕事を収めの一日でしたということで、分かるかい <laughs> そのよあの ?4 位というのは4着で会社に到着したという <laughs> <laughs> ことでしたね。四いい刻は本当だったんだな、じゃあ。遅刻はそうですね。<ー>遅刻は本当だったらしいですね。はい。続きまして、うん、ギロワンシティさん。 の作品ヒープさんケージャイさん聞いて聞いて昨日クリスマスサンタとトナカイの2023年度の総会各主会場国,国フィンランドがあり私は日本の九州沖縄支部の会場各福岡県に出席しました総会の中では、えー、近年は雇用の延長でサンタの人数は確保できているがトナカイの数 ののがが加速ししているとの話が出ました専属の都の会では数が足りないということで、えー、今回は各国の一般の歯科も動員して協力対応したそうですしかしそのシステムで大きな問題が発生したことも議題に上がりましたうん、うん、それは、えー、日本から派遣されたコーナ梨 <laughs> キャラマジカが <laughs> 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 派遣先のここ来たかイリノイ州シカゴで亡命を希望しているとのこと。<laughs> <laughs> 7県の鹿たちもイタリアで同様の規模を伝えて帰国拒否しているとそのため18対194の圧倒的賛成多数で鹿の派遣制度は今回きりで廃止っていうのが決議されました毎年クリスマスプレゼントを楽しみにしている世界の子どもたちのためとはいえこの業界も大変なんだなぁの感想を胸に会場を後にしました <laughs> もう これはこれでもう終わりたいですね。素晴らしいもういいんじゃない。素晴らしい文章ですね <laughs>。もう出来上がってねえじゃんこれ。<laughs> これも結局仕事じゃないですか仕事タクシーじゃないですかタクシー。ああタクシー業界のなんか総会があってああいろいろあるからあのあ。 人手不足だなんだ。いや、もう言われてるもんね。だから、もう、俺はもう、じゃ、個人になるよっつって、コーラシーさんが。もう、俺はもう、業界辞めるぞって、言ったけど。いや、お前、辞めさせないみたいな。全く違いますね。わかる。そもそも、総会は行われてない。総会もやってない。やってない。総会もやったり、でも、分かっ、じゃ、コーラシー中心の話ですから。はい、はい、はい。やっぱり、なコーラシーだったから。コーラシーを見ました。 コーナーシーを去年見ました23年 <laughs> 1匹しかいなかったから寂しそうだったから私もたまには外行きたいなって言ってる感じでしたみたいな盛い方じゃないですかで、まあ、5%ぐらいはあってますね,すかかねこれ絶対やってきれないと思います正解はですね「<は>えー、十二支の干支に鹿年もあったらよかったのに」はい うん。<laughs> いやなるほどっていうかどこがどうなってんのこれどういうあできれるかや仕事は無理ですねえっとにねか <laughs> がいや爽快も関係ないなうやがこうなんかうなしーがイリノイ州のシカゴと欧米希望してるんで <laughs> 死にピンポイントで「シカゴだからかけたんかなちょっとすごいなもうおからんな」<laughs> からないりのいし。<laughs> はい、こんな感じですかね。はい。はい、あと一つありますね。<ー>はい。えー、じゃ、続きまして、ゆるりさんからいただきました。えキ、ー、ープーさん、ケイジャージさん、えー。聞いて、聞いて。はい。辻が。臓器輸送車に。ライダーキックしよった。して。死にまぎ音出してから。中身の心臓破裂してた。 すごいちょっと関白すぎる文章ですけどもう一回いきますよ。辻が臓器輸送車にライダーキックしよった、うん、して死にまぎ音出してから中身の心臓破裂してた。<laughs> てんてんてん。いやもうこれはすごいですね。この中で辻しか本当のことじゃないだろう多分。辻ははい出てきます。はい。トジが… 辻が何かを蹴ったいいですよいいですよもう何を蹴ったか当てたらもう正解にしますよなんだろう藤井ですよもう慣れてるんですよ結婚してもういつもの俺蹴ったではないですではないです火事の途中ですよ火事の途中ですよえまあ、蹴ったって言ったら出てこないかもしれないですね そういう行動をしたというかまあ一応蹴っになるんですけど答え言います、はい、同居の彼女が浮遊して冷蔵庫の下段の冷凍庫を蹴飛ばして閉めてました <laughs> その衝撃で鶏肉がずれて引き出しに引っかかってましたということで <laughs> 家事なんかこう料理やってたんでしょ なんか取って冷凍庫かなんかか当てきれるかや。保有 <laughs> して。当てきれるかやお前。ね、何や臓器輸送の。何や。臓器輸送車にライダーキックして。そんなやね。心臓破裂してたっていうね。よく考えたなやこれ。<laughs> そうなんですよ。冷蔵庫を蹴ってね。蹴って閉めて。そしたら鶏肉がちょっとずれてたいう。知るかや。<laughs> かやそんなのお,お見事な盛り方でしたね <laughs>、はい、これは素晴らしいですね、はい、こ,れこれぐらい短いシンプルなやつすそうですねこういうのもいいですね<ー>はいありがとうございます、はい、ということで、えー、今週の盛、えー、り盛りは以上になりますね、はい、来週はムフフのコーナーをやります、はい、日常にそむムフフとするお威力シチュエーションを送って参加してくださいみんなでシェアしましょう以上話が盛り盛りのコーナーでした メロディアスな主張あなたが今一番伝えたいことをヒープとケイジャージがメロディーに乗せて叫びます。日常に染むなぜ、どうしてや他人の行動になんか納得いかないことをこの機会にぶっちゃけたいことなど、皆さんの心の叫びを代弁します。1月の課題曲はドボルザーク作曲新世界よりです。あ、そっかこれだったか。そうなんですよ。間違って、T サージで宣伝してたな。あ、<曲>なるほど。はい。はい、行きましょう。えー、じゃあユンタンザヤシーさんの作品。 直木屋神社開催よ1月3日沖縄市だよあれ,あれなんですか神社って見ないようにしておこうと思ってた直木屋さんの X のポスト来年1月3日直木屋神社沖縄市で13時から19時で開催されるようです なんすなんかイベント。直っているじゃないですか。はい、あいつ自分で自分の神社作ってるんですよ。え？はい。でみんなにお前に死に来いって言うんですよ。すごいですね。なご神体と本人ってことか,、ね、か？あのな鳥居があるんですよ。はあはあははあ、は。でおじ直輝って書いてあるんですよ。書いて。<laughs> 何のご利益があるの？死にフラ。<laughs> 13時から19時、うん、立派ですね6時間もやるんすねあの要はこのお賽銭も投げれって言ってるっけよだからそうなりますねデージャーさな,なんかやるんですか歌なりなんなりいやないよただもう、うん、<laughs> すごいさみしいわからんけど本人は現場にはいるんじゃない多分1月3日なんですねまたちょっとずらして あそうそうあのあいつカレンダー自分で作ってるのでカレンダーで1月見カレンダーもらえるみたいですけどあのカレンダーもらってもよだからほン一番困るわけあのカレンダーよそうったでンみんなスタッフもみんなもらってからによみんないらんつってからスタジオで貼ったわけみんなみんなスタジオに貼ろうするわけよあなるほど俺もスタジオに貼ろうと思ったらさっき貼られてたんだなるほど 同じカレーな時間3つやつ貼ろうかなと思ってけどそのポスターがもらえるというイベントですねいやいやあれお家に持って帰れんど<日><や>マジで最高ですそれ沖縄市でやるということでいいよもう場所が分からないそれ <laughs> だから沖縄市のど,どこよっていうねもう探してください <laughs> ということで、えー、じゃあ続きましてゆるりさんから頂きましたメロディアスな主張「データデータ」 出出出たでたでた何何「下痢して血が出たいぼじがでかくなるうわ」「じゃな,ゃ <laughs> <laughs> なんかんこの歌、えー、最近腹痛の頻度が高く下痢をする毎日<ー>そしたら血が便器にたくさんであ<ら>どんどんいぼじが大きくなっているよその次の下痢の時はものが出づらく 出づらく、さらに肛門を傷つけ、また違う。この悪循環です。ヒープさん、いい薬ありませんか？いや、病院行とかやるわ。これは病院です。答えはもう病院ですよ。もうデーひどくなりますよ。もっと。G G 舐めたらダメだよ。大変。死に痛いって。そうですね。ああ。治した後のあの心地よさをもっとイメージしていただいたら、ああ。すぐ病院行けると思うんですけど。データデータじゃないよね。 もでなんで俺の曲こんなの使われていけばこんなの <laughs> やったら続きまして、はい、でここがベジータさんの作品「<laughs> やばい思い痛い腰もなんか張ってきたああ」。 繰越かな？お二人様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。金属製の電動ベッドでほん、ほんと鉄の塊アパートの3階から1階のおろすのお手伝ったんですが、男性3人でやっと持ち上げておろしたんですが、もうめちゃくちゃ重い持っているだけでも手が痛い。ゆっくり階段をり。降り て来たら腰も張ってきてあやばいかもと思いましたが、うん、手と腰が限界を迎える前に一回まで下ろせましたお二人は運ぶのをお願いされて断りたくなったことありますか二千二十四年もお二人にとっていい年になりますようにはいやす死に重そうだなこれ俺わかっ多分鉄製のというか多分介護用ベッドからの、ね、そ,うそうですね電動ベッドなんでねめっちゃ重いですよねあれ本当に床抜けるんじゃないかっていうぐらいの置いたら置いたらみたいなしょうがないんでしょうけどねその重さはね三階ということはエレベーター ないんでしたっけ？アパート四回から三回から一回に降る、それ四回以上だはず多分。地獄だなこれは。俺もあるよ。あのめっちゃ重くてもうもう手切れるんじゃないかなと思ってあのペンキのよ。はいはい。一とかあのさはいあはいはいはい。死ぬ思いのわかる。はいはいはい。なるほど。俺ペンキあのバイトしてるとによ。いやとこれあの三回までもチキやってこの足場よ。足場のところターチ持ってから。 ペっとか、手切れるんじゃないかなと思うこれマジで。太い針金みたいな、ね。そうそうそう持ち手のところがよ。はい、細いば。かかる。死にていたいもん。確かにそうっすね。ああいうのありますよね。重たいやつ。正直もう全部一回切れたんじゃないかな。俺。<laughs> いやいやいや大丈夫ですよ。から生えてきてんじゃないかないう意味で。<が> <laughs> 全然大丈夫ですから。ビーズ痛いも。確かに鉄製なの,の細いところが持ち手になると確かこんなの多いっすね。えー、あともうたまによこのノンリが。

もしかした確かそうななもる <laughs> 俺友達なんですけど引っ越しの手伝い来いって言われて次の日行ったらこいつ二日酔いで寝てて何も段ボールにも入れてない状態で真っ赤いも洗ってなくてそれで電池ぶち切れたっていうのが一応あるんですけど <laughs> こういうのはねちゃんとやっぱりお願いするんだったら準備をねや,やった方がいいですよということで。 今週もたくさんの参加ありがとうございました。来週も待ってます。以上メロディアスな主張のコーナーでした。 エンディングです。はいはい、この番組では皆さんの参加待っています。宛先は db 八六四 at mark r okina dot co dot jp です。たくさん参加してくださいということで。はい、もう今年もね、また頑張っていきたいですね。やっぱりスーパーにはいろんな人がいますからね。いますからね、本当に、ね。えー、僕も暇しないですよ。うん。あとも可能であればまたダールバーのトークライブとかもやりたいですね。なるほど。今年はということですね。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまた来週です。この